よいしょー、戻ってきた。たらこは薄皮をふるぬぬ、何に言うと、フライパンにソースの材料。え、これさ、いいの？ソースの材料、1の茹で汁、ソースの材料、たらこって入れていいの？中火で加熱。え、明太子さ全部白くなの？まあいい、やってみるぞ。まあよいよい、やってみるぞ。生クリーム、生クリーム、生クリームってさ、これでもいいよね。生クリーム、たらこ、有塩バター、おおよそ 100ml。 浦部さん、桜ありがとうございます。そう、電話が。絶対パスタ作る時で音じゃない音してる。で、バター、有塩バター 10g。 え、これ 10g ってこんなにあるんや。見て、 10g ってこんなに。そしてたらこ、たらこを入れるよ。で、10分加熱。10分じゃなかった、中火で加熱だって。 WBC、 くまっぴーありがとう、かわさん、レインボーターありがとう、ピオーネさんありがとう、ヤスルパーさんありがとう、高平さん、ゆきさんありがとう、ジータさんありがとうございます。ポポポポポ、ねえ、嬉しい。スイーツの音、鼻かんでますって。鼻かんでないわ。え、待って、なんかさ、バターこれ 10g 以上ない？そんな気がしてきた。わあ、ありがとう、ありがとうございます。リカちゃんズの方もありがとうございます。呼び方これだってのかな。え、だよね、個包装のバターが 10g か。あ、絶対なんかじゃあ多いわ、じゃあ多い気がするけど、まあいいや、私バターたっぷり、バターたっぷりが好きなので。こんにちは、黒緑茶さん、メインボスターありがとうございます、浦部さん頑張れ、ありがとう。これは2位以内に入れたらいいです。でも1位を狙いたい。1位を狙いたいです。わー、ありがとうございます。まひちゃんずさんもありがとうございます。わー、1位との差がめっちゃ、今日で一番縮まってる。わーい、みんなありがとう。え、嬉しい、期間中はなっちゃん応援って嬉しいよ。超明太子たっぷりになった。こうきちさん、ハートたくさんありがとうございます。これでいいのかな。なんかさ、たらこがさ、茹で上がったんやけど、たらこが茹で上がっちゃったんだけどさ、これいいのかな。なんかお母さんがよく作ってくれてるやつとなんか違う感じになったぞ。まあ、よいよい、これも私流だ、これが私流。あ、やばい、トングスがない、トングスが。まあ、いっか。小型ペンギンさん、お、イレブンさん
レインボースターありがとうございます。リッチャさん、ダルマダクさんありがとう。高平さん、ぬきさん、ボールありがとう。ピオーネさんありがとう。ジョ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 バター風味。待って、なんか私これすごい大量に作っちゃった。まあでも食べるんだけどね、食べちゃうんだけどね。え、なんか懐かしい、なんか給食のさ、給食に出てくるたらこパスタのあれだ、作り方だ絶対。このピンクになってるタイプのたらこだ。え、私盛るのうまくない？ちょっと全部は盛ると多いのでこのぐらいにします。ほんでもって、ほんでもって、海苔を、海苔をこう、海苔をこう、海苔をこうで、はい、そしてですね、はい、こちらブラックペッパー、ペッパーミール、ペッパーミールをします。勝利のペッパーミール。そう、給食にタラコパスタ出てこん、私用で取ったで。では勝利のペッパーミール、すごい、めっちゃいい音。ちょっとこのペッパーミルが楽しすぎていっぱいかけちゃいそうだけど、控えめに、イエーイ、かけました。ピース、じゃーん、完成。え、めっちゃ良いやん、めっちゃ良い、良い良い良い。勝利のペッパーミル、ノリもノリノリ。え、そうなん、黒胡椒って血圧にいい、それ初めて知った。じゃあいただきたいと思います。感謝の気持ちを込めていただきます。やすめさんハートありがとう。カルカンさんボールありがとうございます。では食べるよ。 G-SHOCK G-SHOCK、くるくるくる、え、なんかすごいよ、あのこのたらこ含有量がえぐいて。いただきます。 G-SHOCK、 美味しすぎ、美味しすぎ、大勝利。え、これいいわ。なんかいつもはね、お母さんがね、醤油、醤油、醤油ベースで作ってくれるんやけど、これはすごいよって感じで、いい感じ、バターが効いてる。生クリームの量も完璧でした。では壇上読むよ。13位ホタテ様ありがとう。12大阪 LLC さんありがとうございます。11位まるともちゃんありがとう。10位やすべさんありがとうございます。9位小型ペンギンさんありがとうございます。8位ゆいさんありがとうございます。7位うらべさんありがとうございます。6位ぶんごさんありがとうございます。5位たかひろさんきさんありがとうございます。4位イレブンさんありがとうございます。3位おっくんありがとう。2位ピオーネさんありがとうございます。そして第1位めでたいさんありがとうございます。それでは続いての、続いての枠は、続いての枠は15時20分からです。15時20分からです。皆さんありがとうございます。星投げカウント、そしてギフトのご協力ありがとうございます。24日までこのイベント続きますので、ぜひこれもこの後も応援よろしくお願いします。1位取りたいです。ありがとうみんな。
めっちゃ1位との差が縮まった、ありがとう。では次は3時台の枠で、15時台の枠で会いましょう。ありがとう、みんな優しい。それではまたねん。ペッパーミルありがとう。